では楽曲,楽曲制作の続きをしていいこうと思いますで前回のパートで右、えー、にしたものをオーディオ化してでそのオーディオデータを詳しくいじっていくということをしたのですが今回はそのオーディオをデータ化したものを、えー、それぞれ各パートに各トラックに分けてエフェクトやボリュームやパンをつけていくという作業になります。 で、えー、このようにこう各トラックこうオーディオ化されたものが表示されていて今回主軸で使っていくのがミキサーの機能になりますミキサーのボタンを押していただくとこういう風に、えー、トラックが縦に表示されているんですけれども今回この画面で操作していきます。でまず最初に調節したいのが、えー、この楽曲の中心主軸になっているピアノの音色なのですが。 これを、えー、割と強めに聞こえさせたいのでこれに、えー、コンプレッサーーやリミッターなどをかけていきますで、えー、エフェクトのかけ方なんですけれどもこの画面上のこちらの、えー、7個こう棚のような、えー、タブが並んでいるところを、えー、クリックしていただいて「インサートというボタンなんですけれどもこちらを押していただいてエフェクトをかけていきます。 今回はモツ、えー、のコンプレッサーをかけていきたいので、えー、コンプレッサーですね、えー、マスターワークス MW のコンプレッサーをかけていきますで。こういうふうに表示されて、えー、これだけでも、えー、ちゃんとかかっているのでちょっと音源を聞いてみます。 と、これがオン、えっ、ー、と、エフェクトをかける前の状態ですね。ちょっと鳴らしてみます。かける前の状態がこれになります。で、エフェクトをかけると、こういう音になります。 分かりづらいので、えー、ちょっと大きめにかけていくのですが、えー、いろいろ、えー、コンプコンプレッサーですねコンプレッサーの画面をいじっていってで設定したのがこの画面になるのですが、えー、かけているものとかけてないものを比較して聞いてみましょう でこれが掛、えー、けてない状態の音源になりますで次に、えー、コンプレッサーを掛けた状態のものを聴き比べていきます な感じでコンプレッサーをかけると、えー、そのトラックがですねトラックのオーディオデータがよりこう強めに聞こえるという特性があるので、えー、これでピアノの方ははっきり聞こえるようになったのでこれでメインのピアノのエフェクトは終わりです。で、えー、ピアノのエフェクトをつけ終わったので次に、えー、楽曲の主軸になっているのがリズム周りなので、えー、ドラムのキックスネアハットタムシンバル などについてエフェクトをかけていいいきたいと思いますわかりやすいように他のドラム以外の音色は再生を切っときます。で A メロから流すとこういう感じになっています。という,、えー、とこうパートなのですが最初にキックを大きめに上げたいので、えー 私はいいつもリミッターを使っていますで今回使うのがマスターワークスのリミッターを選択してこの画面になるんですけれども、えー、下のですねこのつまみを、えー、右から左に寄せていくと赤い線がどんどんこう動いているんですけれどもこちらはえとこのつまみを左に動かすごとによってこう音が、えー、大きくなります。 でちょっとかけすぎると音が潰れてしまう場合があるのでそちらは、えー、調整しながらつけていきます。こんな感じでキックを強めに設定できたら次はスネアに行きます。 スネアについても同じくリミッターをつけていきますで今回なんですけれども、えー、ドラムとスネアを強調したいので、えー、あえてハットとタムとシンバルには、えー、とりあえずは何もつけないでおきます。 でドラムなんですけれども、えー、パンとボリュームを調整していきます。でキックは、えー、とパンは0で大丈夫なんですけれども、えー、と私の場合はちょっと、あのー、左ス5ぐらいにして配置しています。でっていうのは、えー、真ん中にくるのが、えー、ベースだったりボーカルだったりするので、えー、少しかぶらないようにですねス、えー、5とかス8ぐらいに設定しておきます。 でスネアは、えー、右方向にちょっとだけずらして15ぐらいにしときます。でハットは、えー、真横で大丈夫なんですけれども、えー、私の場合はマイナスそうですね40とかにちょっと左寄りに設定しています。でタムやシンバルについては えとそこまでいつもなっているパートではないのでこのままに設定して、えー、とりあえず再生させてみます。で、えー、このように、えー、ドラムが再生されているわけなんですけれどもちょっとハットの部分が弱いなっていう時は、えー、もう本当にあに、のー、ちょっとしか上げれないんですけれどもフェーダーで。 えー、プラス2とかにして音がメーカーに増えないテーマで大きします、えー、こんな感じで、えー、設定してきましたで、えー、ドラムを含め、えー、全部のトラックで再生してみるとこういう形になります えー B、メロから再生させていきます <music>、えー、こういう感じで、えー、再生できてるんですけれども、えー、とちょっとディストーションのギターが強いので落としていきます。 えとギターなんですけれども私はあのパンは0ではなくて、えー、と左20とかにしてます、ね、で、えー、と結構そのパンが今0でほぼ固定されてしまっているのでパンの振り分けを行います。 次になんですけれども、えー、コーラスデータの、えー、エフェクトをつけていきたいと思います。でコーラスが今、えー、配置されているのが、えー、サビの中間ですね。ここら辺になりますで他のトラックに結構埋もれてしまってるのでこちらのボリュームを上げていきたいと思います。でインサートで コンプレッサーですねでソロで聞くとでハモの方ですねを上げていきますでハモなんですけれども2トラック入れててえー、とパンをですねそれぞれ右左に振っていただきますで左右で挟むような感じで でえっ、ー、とコーラスの方は、えー、1オクターブ上で歌っているので、えー、高音域ですねをちょっと目立たせたいので EQ= イコライザーで高音域のところを、えー、強調していきます。 EQ なんですけれども画面のこのいろいろバンドルがあって、えー、画面の右側に行けば行くほど高音域で左側の方が低音域になりますねで今回高音を目立たせたいのでこちらの高音のところを上げていきますこうちょっと大げさに上げていくとこういう風に。 高音域が強調されていきますで、両方とも2トラックとも同じような手法でやっていきます EQ の高音のところをもうかなり大げさに上げていきましたで、えー、ボーカルトラックだけ聞くとイエーイ かなりボーカルだけえパキッとして聞こえるようになりましたこれで全体を通して,聞いてみますこういうふうになりましたがまだちょっとボーカルが、えー、小さいので、えー、これを上げていきます。 でえー、とこの音量の調節のまま他を下げていきたいので他のトラックをグループ化ししてて一気に落としていきますグループ化する方法なんですけれどもこちらのミキサーの画面の、えー、画面上ですねこちらの「シーケンス1」と書かれたところのひ、えー、右の、えー、ミニメニューですを、ね、押していただいてそうしますといろんなこう。 メニューが出てくるんですけれども下から下の方にある新規トラックグループを押していただくとこういう風にカーソルが十字キーに変わっていってえグループ化したいトラックをですねこうミキサーをこう押してもらうと緑色の点滅が出ていくのでこれでグループ化することができるのでボーカル以外を落としたいのでボーカル以外をグループ化していきます。 でボーカルの3トラック以外グループ化できたら Enter、えー、ーキーを押します。そうしますとグループが設定で画面左のですねトラックセレクターが今表示されているところの、えー、タブを押してトラックグループを押していただくとグループに今作ったグループが表示されています。 で試しにピアノを下げてみると全体をこう動かすことができます。で音量を下げていったので一回そのここ、えー、サビの部分ですねコーラスが入っている部分を聞いてみたいと思います。 他のトラックを下げたことによって、えー、ボーカルのトラックですねが、えー、大きめに聞こえているようになります。で、えっ、ー、とグロッケンという、えー、音色を入れているのですが、えー、その音色がこちらになります。という、えー、音色になるのですが。 ちょっとあの空間系のエフェクトをつけていきたいのでこのトラックだけ、えー、プロバーブというエフェクトをつけていきたいと思います。で「インサートをダブルクリックして「えー、プロバーブ」ですね。これをダブルクリックするとこういう風に起動します。でこの状態ですでにもうかかっているんですけれども。 でちょっと、えー、かかりすぎてしまっているのでこちらの画面上のミックス今100%になっているところを、えー、度合いを落としていきます。で大体25%ぐらいかけるように設定するとこれぐらいな感じで、えー、これぐらいの度合いでですね、えー、と空間系のエフェクトがかかっていきます。 でこのような感じで、えー、各トラックにですねエフェクトをつけることができたので、えー、次の動画ではですね、えー、このトラックを全部まとめて一つの楽曲としてデータとして、えー、書き出していきます。